その件については手はずは整っている。確かに。あんたはいつも間のいい時に顔を出すな。おお坂本君、どうだ、赤鬼を撃つためにこれだけの人間が集まってくれた。おお大したもんじゃのう。みんなまずはここに来てくれたこと礼を申し上げる。我らは故郷も違えば志も食ってきた釜の飯も違う。それどころか家康公の御世には争ったこともある。そんな我らがしがらみを捨て結ぶことができたのは松陰先生のおかげだ。弾圧にあえぎ辛酸をなめた者たちの仇、大獄で処刑された先生、そして多くの者たちの無念を今こそ晴らす時だ。我らの手で井の赤鬼めに天柱を下す。城下に潜んでいるという噂があります。重視を増やされては。重視の数は幕府が定めたるもの。大老自らそれを破るわけにはいかぬ。
として死に場所ぐらい決めさせてもらう。礼は言わぬぞ。参ろう。ここか。学べ。お主の好きにするがいい。うわっ。大老は私がお守りする。そう決めたのだ。参れ。そのつもりで来たのであろう。何度も何度も。
いずれ受けよう。参れ。そのつもりで来たのであろう。よっしゃ。
平成7年3月、大老井伊直弼は桜田門外にて討ち取られた。奴ら、商談は取りやめだって言いやがったんだ。それでおとなしく飲んだのか。ノーと言ってみろ、刀で切られかねえ。誰だ君たちは。これを機に幕府の権威は失墜。倒幕派の志士たちは勢いを増していく。そしてイーと結びついていたアメリカの影響力は弱まる。イギリスの台頭が始まろうとしていた。
桜田門外の変により幕府に大きな打撃を与えた久坂玄瑞らは、西洋人を日本から駆逐するべく次なる計画を進めていた。落ち着け、落ち着け。いい子だ。おい、どうした？まったくしょうがないやつだ。ソーリー、ソーリー。グッド、グッド。ほら、行くぞ。余計なことを。お主ごと刺すところだった。少しは殺気を抑えてください。どっちが獣かわからないですよ。